感受を抱きしめて眠る子供が荒れ果てた大地で夢を見る頃。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょうどステージの向こう側にワンダフルワールドプロジェクトの、エキシビションのブースがありますけれども、はい、いろいろそういうJICAでしたっけ。はい、JICAです。 JICA の皆さんがいろいろ集めてきた、はい、その世界中の子どもたちの絵とか、はい、そういうものをその、まあ、今回のこういうワンダフルワールド そのプロジェクトの、まあ、栄養というか、はい、そういうふうにして作ってきたというものを展示させていただいて、はい、なんかその最初ワンダフルワールドっていうのはすごくちょっとシャに構えた感じっていうか、この世界のどこがワンダフルワールドなんだみたいなとこから始まったんだけど、なんかもっと自分の中に本当の意味でワンダフルワールドっていうのを入れたくて、いろんなところに取材に行ったんです、うん、でなんかいろんな資料を見ていく中で、あ、なんか捨てたもんじゃないなっていうか、あ、今僕らが住んでる世界は見方を変えればワンダフルワールドって胸を張って言えるんじゃないかなってすごく思えてきて、子どもたちが描くワンダフルワールドをツアーで見てほしいなと思ってずっと待っていたんですが、うん、今回スペシャルでそのいくつかのものを持ってきました、うん、やっぱりすごいこう聞き迫るものっていうか、はい、その国々というかその子、その子一人一人のなんかものがものすごくこう伝わってきて、はい、僕らやっぱり芸術家、絵を描く人間としてはああいう気持ちでいつも作品を作って人に何かを伝えたいと思っているのをすごく思い出させてもらったんですよね。消えそうな希望を探す涙で